7月29日木曜日、おはようございます。モターステップ株式会社代表取締役のモター氏です。今日は、はい、こちら当社の手切りカット機のご紹介です。こちらの当社が使っている手切りカット機なんですけど、仕組みはとてもシンプルです。こちらにオンオフのスイッチがあって、はい、こちらが温度調節ですね。低温、中温、高温です。でここがテープを切る刃になりますが、はい、この刃、片刃ですね。こちら側はまっすぐストレートで、はい、こっちが斜めになってます。なので、このストレートの部分をこの台のところに、近づける台と平行になるようにこの刃をセットします。で、セッティングなんですけど、台に対して刃は少し上に来ています。切った時に、下に行くとテープが刃に設置する時間が長くなってしまうので、刃の方を少し上にして切れた時にすぐテープを離すような形でこけすぎないようにセッティングします。で、はい、であと必要な、寸法に合わせてこのような形で、はい、先端の位置を分かるようにします。で粘着テープでしっかりと固定して寸法がずれないように、はい、この印を固定します。でテープをこのような形で切っていくんですけど、温度調整3段階あります。で普通のハンダごての、先っちょが刃になってるやつで切られてる方もいるんですけど、あれだとやはり温度が低いということで切れ味があまり良くないんですけど、こちらのかなり高温で切るので切れ味の方も、はい、まっすぐ切れて、しかも、ちゃんと熱溶着で止まります。でこの注意しなければいけないのは、切った時にすぐ離してしまったりとか、逆に切って、長く刃に近づけておくとここが溶けすぎたりとか、逆に 熱でしっかりと溶着されてなかったりとかっていうのがあるので、まあ、慣れるまではその切った後の時間ですね、この辺に注意しながら切り口をきれいに切るっていうのを意識してもらっています。で素材によって、例えばポリプロピレンっていうのは低温でも切りやすいの で低温を使って切ったりしますが、ポリエステル、ナイロンとかは、融点も高いということで、高温で切ります。であとはテープの厚みですね。厚いテープの場合は、高温で切るんですけど、例えば2ミリ以上とか厚いテープ片面だけで切ると、切り口がかなり、斜めの角度が強くなってしまうので、そういう時には両面一度、はい、こんな形で当てた後にもう一回ひっくり返して、切ると切り口が綺麗になります。あとはこのような片斜めとか斜めのカットは、型紙をこちらに当てて、今度刃の方を型紙の角度に合わせて、はい、で、はい、テープを切っていきます。そうすると、はい、型紙に合ったような角度でテープが、はい、切れていきます。あとはこういう白いものを切るときが特に汚れに注意するんですけど、ここの刃に、先ほど切ったほこりがついていると、こんな形で切り口に、黒い墨がついてしまうので、その場合も刃の温度調整を、シビアにしたりとか、あと切った後のこの刃の汚れを確認しながら再度切っていくという形でこの機械を使っています。で当社の方、自動カット機とこの手切りカット機ありますけど、基本的には自動カット機で切ります。で 長さが特別シビアなものであるとか、このような形で角度が、通常のストレートでない場合はこちらの手切りで切ります。ただ手切りだとどうしても人の手で一本一本切りますので、ちょっと割高にはなってしまうんですけど、寸法がシビアなもの、
例えばこういう白物、それとあとはこのような角度のついたものを切るときにはこちらの方を使わせてください。でもし、この機械自体が欲しいよっていう方いらっしゃいましたら、通常市販では売ってない商品なの、売ってない機械なので、当社の方の、こちらの音、概要欄に問い合わせ、先書いておきますので、そちらからお問い合わせいただければ、販売も可能です。はい、それでは今日は当社が使っているテープカット機の、手切りカット機のご紹介でした。今日も一日頑張りましょう。